無敗ですか？全然。え、高校生の大会は7年ぐらい前。ラージ初めて出た大会で、予選リーグで、予選リーグに行って、その人に1回負けて、初めて出た大会。その後、その人に、なんかもう一回勝ち上がってて決勝で勝って。その初めての一杯以外は7年間ぐらいの大会は全員本から多くて全部まず怖いの見るからな。いや見た感じどうだろうな。鬼回転くらいでもいい。見たら分かるけど落ちる。かしこい落ちるじゃん。回転かけても落ちるじゃん。もっと振ってからあげるんですよ。よし、ここがいつも振った。あ、でもうまいうまいうまい。いやー、むずいな。まんとこ道するんですね。うまいもんか。うん、うまいもん、うまいもん。おー、はいはいはい。よしよしよし。でも初めてにしてはうまいと思う。ちゃんと入れてるから。言ってたことないですかね。いや、言ってたことないけどね。俺も普段さ、練習してるわけじゃないから、はい、あれだけど、それでも来られたことないけどね。未来は見えた。一旦ユージ君やったやってみる。俺でやるな。あ、ファンね。ちょっとやった方がいいんだね。確かにね。あ、だけど、あるから。あ、確かにユージ君は俺とぐらいしかやったことない。そうか。だから、まあ、普通の人にできるけど強くはないから。泥沼の試合が始まる。人生最初のラージボールの一杯はユージ君。あるね。でもな、根本的にラージと相性が悪いからな。あれ何嫌いなの？サーブ効かない。何があるの俺に。そう、一発でも打ち抜けないし、フープもかかんないし、どうしようってなる。よっしゃ、リベンジ、公式のリベンジ。やった、ポン。はい、やった。あー、弱い。弱いわ。
しよしよしよし。Thank you.
料理初めてのラジ終わりました。これからもやってみたいけど、スタート声だとちょっと怖いな。